はい。遠野えです。今日は、大川隆法総裁から、嘘をつくなかれというご法話が出ましたので、そのお話をいたします。これは、3日前に解かれて、昨日、開示されたものでして、私の方からは、PR として、このご法話の中で、 2冊ほど関連書籍が紹介されてますのでそちらの方を足場にしてこのご法話にいざなうためのイントロダクションができたらなと思ってお話をさせていただきたいと思いますで、えー、題名からお別れのように嘘をつくなかれというのは広島問題にも関連のあるご法話になりますただ そこにとどまらずに、この嘘をつくなかれという問題は、今の世界問題ですね。例えば中国共産党の問題にも関わってきますし、それから日本の国内の様々な政治における問題にも関わりますし、さらには我々の生き方自身にも関わりますので、もっと広くて深いお話だというふうに思ってください。 でえー、このお話はですね、えー、冒頭驚学的にはあ太陽の方これが関連してくるというお話から始まります。で、えー、この太陽の方というのは1986年に説かれた幸福の科学の根本拠点の一つで、まあ、さらに1994年に改訂されてますけれども この太陽の方の中のですね、えー、新説発祥道という教えがありまして、真、えー、なる説の発祥道。で、その八つの教えというのはですね、証剣、祥子、祥吾、祥妙、祥妙、祥妙人、少年、祥状という八、まあ、つの正しさに照らして反省をするということなんですが、その中の三つ目の正語に 関わってくるお話になるという説明がございます。で、正語というのは正しく語るということなんですけれども、その中に不毛語という教えが入っていて、それが嘘偽りを言わぬことということで、これがまあ、今回の話にベースになってくる教えなんですね。で、 えーまあ、発症度というのは、自分の誤った方向性を正して、正しい生き方をするための知恵なんですけれども、まあ、要するに人生には模範回答なしとで。なぜなら人によって問題は全部形を変えてくるので、だから一人一人が自分自身の問題集を解くために正しい心を探求する以外に道はないと。 こういう考え方がベースにあるわけなんです。で、えー、私は、という大川総裁は、意外に正午から始まったのです、というお言葉があるんですね。ですから、今回の悟りは発祥度ある中で、順番的には正剣から始めているけれども、自分自身の悟りは意外に正午から始まったと、こうおっしゃってるわけなんですね。 で、それを考えてみれば、ま、称号というのは言葉で、言葉というのは客観的にチェックしやすいですから、えー、見るとか思うっていうのはもうちょっと難しい心の中の作用ですけど、語ったことに関してはチェックが聞きやすいという意味が一つ入ってると思います。ただあ、さらに深い意味がそこにはあるということが明かされまして、それは実は、 この本が関係してくるわけなんです。渡辺正一先生の知的生活の方法と、1976年に出版されたミリオンセラーの大ベストセラーですけれども、この中の第一章第一節がですね、知的正直から始まるんですね。だから、大川総裁の正語は、知的正直。知的に正直であること。知的に嘘を言わぬこと。 ここから始まったんだというこういうことなんですなので少しこの渡辺正一先生の言っている知的正直に耳を傾けてみますとつまりこれは分からないのに分かったふりをしないという教えでありますで、えー、渡辺先生はあこの話をいろんなところで繰り返しこの本でされていて ゾクゾクするほどわからなければわからないのだと。こういうふうにも説かれてるんですね。それは英語の詩を読んでいくときも、その単に、ああ、面白かったぐらいじゃわかってはいないと。ゾクゾクするぐらいわからなかったらわかったと言えないのだと。まあ、こういう意味でして、だからあ、本当に面白いと思ってないものを簡単に面白いなんて言ってると、 深い世界が分からないということをおっしゃってるんですね。なのでまあ、分からないということにしばらく耐えなさいと。だから古典なんかを読んだらそう簡単にその素晴らしさは分からないだろうけど、それの分からないのに耐えて繰り返し繰り返し読んでるうちに、どこかであっ、続々するぐらいに面白いっていうのが分かった時、初めて分かったと言えるのだと。まあ、こういう教えだと思います。 で、それが、大川総裁において、どのような形で思想的な結実を見せたかというと、それは、この本の中にですね、血の原理というものが解かれていまして、それは、1988年の3月13日、今から32年前に説かれた教えなんですけど、その血の原理の中でですね、 要するに、血の原理というのの根本姿勢は、納得するまで分かったと言わないということなんだと。で、それは自分の心の奥底から分かったと言えるまでは分かったと言わない。ということで、これはもう知的正直そのものであります。で、そこから、結局、本当に分かって納得したというもの以外は、世に出さないし、人にも語らないという。 こういう精神を幸福の科学は貫いていて、これが幸福の科学の基本姿勢になっているんだという、こういうご説明なんですね。つまり、そこから考えるとですね、結局、霊言が本当だというのも、この辺にその信用の土台があるわけなんです。で、これは、もっと前の、 1> 第1回の講演会の幸福の原理の中で説かれていて、私も深く心に残りましたけれども、宗教の教祖というものは、間違った教えをもし説いた場合、簡単には救われないのだと。なぜなら、教祖本人があの世に帰っても、弟子たちがその間違った教えをずっと広めると、これは教祖に責任がかかるから、大変なことになるのですと。だから、もし、 私、この大川隆法総裁が言ってる霊言とか教えが嘘だった場合、私は二度と地上で皆様の前に姿を表すことはできないでしょうと。こうおっしゃったんですね。これは深く心に残りました。つまり、それぐらいリスクをとって今この霊言とか教えを通ってるんだ、解いてるんだという意味なんですよね。で、だから、 日蓮の霊言を出す時も3年も4年も探究を重ねてそしてこの日蓮さんというこの個性が3年経っても4年経ってもずっと同じものであるかどうかその言ってる内容が一貫してるかどうかそして言ってる内容の高さがずっと一定であるか途中でぶれたりしてないかこれを3年も4年も探究した上で初めて 世に通ってるんですと。だから、幸福の科学から出てる霊言は、それぐらい慎重さを持って出しているものだということを知ってくださいと。こういうことなんですね。でそこで、この広島問題のところに戻ってくるわけなんですで。彼は幸福の科学の霊言が嘘だとずっと言い続けてますが、そんなものではないのだということをここでおっしゃってるんだと思います。 でさらに、まあ、あの、広ロ氏の本に関してはですね、えー、内容を、お、検証してみると、三角測量してみると、嘘800であることがわかると。これは昨日の動画で申しました。で、影響力のある人間がもし、嘘を言った場合は、それは、その償いは非常に大きなものになる。だから、心せよ、ということを、今回おっしゃってるんだと思うんですね。 なので、えー、人の心や神仏の心をもてを遊んだら、それは絶対に許されないということを知りなさいと。そして、その代償は、そしてその因果応報は、決して曲げることができないということを知りなさいと。こう説かれてるんですね。で、さらに、今回、この広志本に対して、 こういうい反論をしたりしているけれどもそれはある意味とても悲しくてとても辛いことをやっていますとただそれをあえてやるということはおそらく私の解釈では慈悲の心だと思いますその悲ししみを分かった上ででむ心ですねそれは自分の悲しみではなくてこの罪を犯している者が今後どのような厳しい 運命になるのかを知った上で、その悲しみを知った上で、慈しんでおられるということが、今回の広島問題の、に対する、まあ、反論の中にあるんだと思います。ということで、まあ、嘘をつくなかれという教えが解かれました。でこれはあ、我々自身も深く戒めなければならないものだと、 思います。で、えー、冒頭でも言いましたように、今日の私のお話は、あこのご法話の中で紹介されている経典を足場にして、そちらの方の短期を中心にお話をしました。実際のご法話では、もっと幅広くて、もっと深い話がたくさん出てまいりますので、どうぞ、直接拝聴なさることを 心からお勧めして今日の動画とさせていただきます。ありがとうございました。